所にまた一歩、誰かに押されてまた一歩、自分の力でまた一歩、誰かの力でまた一歩、振り向いたら足跡二つ、いつの間にか空は晴れている、涙がこぼれる時も、叫び届かない時も、相手にされない時も、うつむいて歩く時も、誰かと一緒にまた一歩、今日のライフラインはチェリストの井上智子さんを紹介します。井上さんの演奏は包み込まれるような温かさと魂の力強さを兼ね備えているところに魅力があると評判です。3月に東京都八王子市にあるキリスト教会で行われたコンサートから演奏をお届けするとともにお話を伺います。それでは今日もライフライン、最後までご覧ください。この番組は PBA の提供でお送りいたします。チェロという楽器は、天国のバイオリンと呼ばれていまして、天国ではこんな音色が流れているのかしらと思われるような平和でゆったりとした音色が特徴です。弦が4本張ってあって、上からソプラノ、アルト、テノール、ベースと、ちょうど人間の女の人の声、男の人の声と同じであるということも、とても耳障りの優しい理由の一つかもしれません。こうチェロの音色というのは人を興奮させ高揚させるというよりは、逆に、人の心を鎮静させリラックスさせる、そういう癒し効果のある音色だと思います。チェロを始めたきっかけというのは、実はとても単純なことなんですけれども、7歳の時に、親に手を引かれて初めてバイオリンの教室に連れてってもらったんですね。でその時に、その教室がとても人気があって、子どもたちが大勢、並んで
お稽古の順番を待っていて、もうそれを見てうわー混んでると思って、実は私はもう今に至るまで人が大勢いるところとか、行列に並ぶということがとっても苦手で、もうそれだけでめげてしまってどうしようとなって、その時にふと隣の部屋を見るとチェロ教室というのがあって、空いていたものですから、あ、こっちの方が待たないでお稽古ができるからいいと言って、その日にチェロ教室に入門することになってしまいました。そんなことがきっかけで、チェロを始めました。7歳からチェロを始めた井上智子さんは、高校生の時音楽家を目指すようになり、音楽大学に進学します。しかし将来自分に何ができるのかわからなくなり悩んでいたといいます。そんな時、一人のクリスチャン女性と出会います。両親がクリスチャンで、幼い頃から聖書の話は聞いていたものの、信仰を自分のこととして考えたことがなかった井上さん。その女性との出会いが神様との出会いとなります。私の家族は、5代前から、クリスチャンの、家族で、です。そして両親もですね、クリスチャン同士で結婚していました。幼い頃からですから、聖書のお話はたくさん聞いて知って親しんでいたんですけれども、それが、自分事として本当に捉えて神様と出会ったという経験は、実は大学に入ってからのことでした。大学2年生の時に夏休みに遊びに行った先で出会った年配の、女性の方がとても熱心なクリスチャンで、その時に私は、その音楽大学に入って、これから自分は何か人の役に立てるような、働きができるのかしらということをとても悩んで進路を、模索していた時に、そのお話をしたら、それじゃあ一緒にお祈りをしましょうと言って祈ってくれたんです。でその祈りが、神様、あなたは、智子さんのその将来もすべてご存知です。彼女は本当に人に役に立ちたい、そんな願いを持っていますから、どうぞ、神様、その願いを聞いて、彼女に一番ふさわしい、道を示してくださいって祈ってくれたんですね。でその時に、私はその幼い頃からちょっと半分おとぎ話のように聞いていた聖書の言葉、その神様が今も生きて働いておられて、そして私がどんなに考えても悩んでもわからない自分の将来のことも全部知っていてくださる方なんだと、こうはっと気がつきまして、そしてそれじゃあ、幼い頃から聞いていた聖書のお話をもう一回聞きに行こうと思って、両親の通っている教会を訪ねて、礼拝に通うようになって、それで洗礼を受けることになりました。
智子という私の名前なんですけれども、これは聖書のインマヌエル、神我らと共にいますという箇所から、付けられています。私の両親が、この子には神様がいつも共におられますように、インマヌエルでありますようにという願いと祈りを込めて、智子と命名してくれました。信仰を持って、特に変わったことというのは、大きく言うと2つあるんですけれども、1つは自分の名前、智子という名前に対する思いです。学生の頃から私は、実は旧姓なんですけれども、名字にちゃん付けでずっと名字で呼ばれていたんですね。そして、必ず名前で呼ばれる可愛い名前ってあるじゃないですか。そんな名前だったら良かったのになぐらいにしか思っていませんでした。でも、信仰を持って、その智子、インマヌエルという言葉の意味をかみしめた時に、もうどんな時にも神が共にいてくださる、この名前がもうどれほどありがたいかということを、もう本当に思って、この名前のもうありがたみを新たに思わされました。そして2つ目の大切なことなんですけれども、本当に変えられたことというのは、一生懸命勉強していた音楽に対する思いです。ある時、その音楽というのは、神様が人間に与えてくださった、もう本当に一番の素晴らしいプレゼントで、私たち人間はもう恵みを受けるばっかりで、何にも神様にお返しすることができないものなんだけれども、音楽があるからこそ、神様に賛美を捧げ、感謝を表すことができる、そういうふうに教えられました。そしてもう自分はこれからの人生、もう何としてもですね、この神様の感謝を表し、賛美をする音楽を生涯奏でていこうと決意をして、音楽大学卒業と同時に、牧師を養成する神学校に入りまして、そして卒業してすぐ、教会の牧師になって、20年間東京の教会で、ご奉仕をさせていただきました。感謝せんという曲は、旧約聖書の登場人物モーセが自分の人生を振り返って、私の神様が今日まで私を導いてきてくれました、感謝します、
ありがとうと歌っている歌です。最初にチェロで伸ばす長い音が出てきて、それが曲の中に何回も繰り返し出てまいりますけれども、その音にはもともとドイツ語でありがとうという意味のダンクという歌詞がついています。ですから長い音が出てまいりましたら、そこはダンク、ありがとうと歌っていると思いながら聴いていただきたいと思います。どんなに苦労だらけの人生であっても、神様が、他ならぬ神様が共にいてくださるということを思うときに、もうその胸の内に収まりきれないぐらいの感謝、喜びがあふれ出て歌になっているような、そんな曲で、ありがとうありがとうありがとうと繰り返し歌っている、そういう賛美の歌です。私自身も自分の人生を振り返りますと、もう本当にもうダメだと思う時にこそ、神様が共にいてくださったんだということを気づかされます。そして気づかされる、自分が気づいたというよりも、もっと前から私の先祖たちを導き、また生まれる前から本当に守られて、トモコ・インマヌエルという名前を授けられ、今日まで神様が片時も離れないで共にいて、今日まで導いてきてくださったということを思うと、もう本当に感謝と喜びが湧き上がってきます。おはようございます。岩井元夫です。天国のバイオリンと呼ばれるチェロの音色で、神様にある喜びと感謝を演奏し、お話しくださった井上智子さん、いかがでしたでしょうか。チェロの豊かな音色によって、曲の背後にある言葉が深く響き、励まされました。演奏してくださった賛美歌、神共にいましての2節には、荒野を行く時も、嵐吹く時も、行く手を示して、絶えず導きません、また会う日まで神の守り
長身を離れざれとあるのですが、井上智子さんのお話や演奏とこの歌詞が重なって天国の喜びと希望を思わされたのです。またヘンデルの曲とされてきたああ感謝祭の演奏、本当に素敵でしたね。どんな試練や悲しみを通る時にも聖書は語る神様が共にいてくださることの感謝、そしてその喜びが心に深く響き、慰めと力を得ました。そしてある聖書の言葉を思い起こしました。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたが行くところどこででもあなたの神主があなたと共にいるのだから。この言葉は先ほど井上智子さんがお話しくださったモーセの次のリーダーであるヨシュアという人に語られた神様の約束です。目には見えなくても力ある神様が全てをご存知であり、どんな時にもどんな場所にも神様が共にいてくださるのだから、恐れる必要がない、強くあれ、大きくあれと励ましているのです。そしてこの約束は私たちにも与えられています。私たちは弱く恐れやすく失望しやすいものです。しかし聖書が語る神様はどんな悲しみや試練の時にも私たちと共にいて、愛と力で私たちを支えてくださいます。だからこそ私たちも恐れる必要がなく、感謝と賛美にあふれる人生を歩むことができるのです。神様はあなたを永遠の愛で愛し、どんな時にも力強い御手であなたを支え、あなたと共にいてくださるのです。今日の番組いかがでしたか？番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。また聖書通信講座やあなたのお近くのキリスト教会のご案内をしています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はご覧の CD アリオーソチェロの祈りを抽選で12名の方にプレゼントします。この CD は今日のゲスト井上智子さんのもので、番組で紹介したああ感謝祭やあなたにが収録されています。番組への感想を添えてご応募ください。係への宛先はご覧のところです。さて来週はピアニストのポール M ことゴン・ミンさんを紹介します。どうぞお楽しみに。それではまた来週お会いいたしましょう。